中身読みましたよ。ほとんど具体的になってないじゃないですか。何にもないですよ。私が今説明したような程度の中身しか書いてないですよ。これでね、具体化したなんてとんでもない話です。それでね、なぜこの議論をしているかといいますと、これから社会保障と税の一体改革の議論をすると。ところが民主党さん、この抜本改革、引き続きやるって話ですね。で、この最低保障年金、財源は消費税、これがどれだけかかるかわからないじゃないですか。これがわからなければ、税の議論に入れないじゃないですか。民主党さん、この抜本改革やるっておっしゃるんでしょ。それであれば、この抜本改革でいくら税がかかるのか、それを示していかなければ、社会保障の議論にも入れないし、税の議論にも入れないじゃないですか。総理、どうですか。古川元久は社会保障税一体改革担当大臣。社会保障税一体改革案ではですね、この年金のみならず、医療や介護、あるいは子育ても含めて、日本の今までの社会保障のあり方を大きく変えていこうと、今までの高齢者中心からですね、全世代対応型、それぞれの人のですね、個人個人の対応にできるだけですね、沿ったような形に変えていこうと、そうした中で、当面、この今、まず手をつけていこうというふうに考えている部分の社会保障の機能強化、そうした、そしてまた今の制度を維持していくの、その必要な財源として、その手当としてですね、消費税の 5% の引き上げをお願いをさせていただきたいということを考えているわけでございます。この新制度につきましては、委員もご承知の上で、ご質問されておられると思いますが、まず制度設計して、すぐこれができれば、もちろん私どもで嬉しいわけでございますが、これは合意まで時間かかると思いますし、それに実際にですね、これスタートしても最低保障年金というのは直ちにこれがですね、必要になるわけではありません。今の民主党案がそのまま成立するとしてもですね、この最低保障年金は年金制度の成熟に伴って増えていくというわけでございますから、そういった意味で目先のですね、数年のところでの財源が必要になってくるわけでございませんので、そういった意味では今のこの社会保障税一体改革案などの財源には検討はしておらないということでございます。石君、公明党はですね、すでに昨年末に新しい福祉社会ビジョンというのを作りましてね、公表しまして、与野党協議を呼びかけてきました。ところが政府与党がですね、あくまでもこの年金抜本改革を実現するっていうならば、少なくともこの抜本改革の具体案の素案、さっき総理は素材とおっしゃったけど、素案を示してからですね、与野党協議を呼びかけるべきじゃないですか。あるいは、6月の一体改革の案で与野党協議やってほしいっていうんだったら、年金抜本改革の看板を下ろしてですね、国民に謝罪してから与野党協議を呼びかけるべきじゃないですか。どっちかでやるべきですよ。総理、どうですか。野田内閣総理大臣。一体改革の成案には、新たな年金制度についての骨格と方向性は書いてございます。その詰めはこれからもやっていくということでありますけれども、現行制度についても改善すべき点がいろいろあります。最低保障機能を強化するとかですね。そういう議論は、これ全部揃ってからやろうということじゃなくてですね、そういう順次議論できるものいっぱいあるわけでございますので、ぜひそういうご議論にはご参加をいただきたいというふうに思います。石井君。総理ね、25年度に民主党の案を出すんでしょ。その時どれだけ消費税が変わるかってのはそれ分かるわけでしょ。そしたら今消費税の議論したってまた25年度に変わるんじゃ、今議論したってしょうがないじゃないですか。だから民主党の案を出しなさいよと、少なくとも素案は出しなさいよ。そうでなければ社会保障の協議も、あるいは税の協議も応じられませんよ。そういうことでなければ今までやるんだったら、この年金抜本改革はもうできませんと、こういう明言しなければ、我々は応じることはできません。答弁ですか。答弁。野田内閣総理大臣。社会保障の機能を充実強化をしていく、そして持続可能なものにしていくということは、これ国民の願いだと思います。その中で当然我々は年金制度抜本改革考えていますけれども、それ以外にもたくさんのテーマがあるわけです。そのためにそれを支える財源をどうするかという議論を、全く年金制度の改革案が出ないから
それまでは何もやらないというのは、これは私は責任を果たせないというふうに思いますし、当然私どももう抜本改革案の具体あの詰めた議論をしていきますが、それが全部揃わないから社会保障の持続可能性を議論しない、支える財源も議論しないというのは、私は政治としての責任を放棄をしていると思います。それはおかしい。社会保障でも財源がかかるのは年金じゃないですか。その年金の案が固めないでどうやって議論ができるんですかってことで、しかも民主党は来年法案を出すって言ってるんでしょ。その法案を待ってからでないとわからないじゃないですか。こういう議論なんですよ。で、最後ね、消費税聞きましたけども、聞きますけども、まあ、消費税比率引き上げについてですね、まあ、これがまあ、総理がですね、消費税引き上げ法案を成立させてから実施前に国民有志を問う、こういうふうに述べられてますね。これが、まあ、公約違反ではないかどうかと、まあ、いうことで議論になってますけれども、私はですね、消費税の引き上げ時期が衆議院選挙で国民に信を問うた後であればね、その前に法案を成立したとしても任期中に消費税を上げないとした公約に違反しないと、こういう考え方で私は国民は納得しないと思うんですよ。と言いますのはね、消費税を上げないといえば、これは当然引き上げを実施しないことはもちろんですけども、引き上げのための法案も出さないというふうに考えるのがこれ普通の感覚なんですよ。ですから民主党政権の理屈は、私から言えばこじつけの理屈なんだ。多くの国民はね、出された気分になりますよ。消費税引き上げ法案を出すとするならば、まずは国民に対して公約撤回の謝罪をするべきじゃないですか。総理、いかがですか。野田内閣総理大臣。政権担当期間中に消費税を引き上げないという議論はこれまでやってきたというふうに思いますし、私もその姿勢を踏襲をしていきたいというふうに思います。で、そのことと社会保障を支えるための安定財源を確保するために消費税を当てていくという、そういう法案を提出をして、そしてご審議いただいてということと、その実施時期とは当然乖離が起きるわけですから、私は今まで申し上げてきたことと、今もご説明をして、皆様にお願いしていることは、整合的であるというふうに思っています。石井君。総理の答弁ではですね、国民は納得しませんよ。消費税引上げ法案を成立させてから国民審を問うのではなく、消費税引上げ法案を提出した段階で、法案成立前に国民に審を問うべきだ。このことを申し上げまして、私の質問を終わります。この際、高木陽介君から関連質疑の申し出があります。石井君の持ち時間の